昨年のアメリカからの金融危機、それに伴ってですね、日本では、派遣労働者の首切り、内定した学生の内定取り消し、そういうことに対して私たちは労働者として断固としてやっぱり戦いの中で生活を守っていくんだということをですね、力強く皆さんと共に今年の1年を頑張る、そういう意味での新年会にしていきたいと思います。今企業はそういう社会的責任を全て金繰り捨てて、自分が生き延びるために、自分が儲けるためには何をやってもいいと、労働者が物扱いされて切り捨てられる、こういう企業経営を許しておいていいのか、労働者国民を救済しなければいけない政府は何をしているのか。この間ずっと構造改革だ、規制緩和だと言って、企業が儲けるためのシステム作りをしてきた。東部労組をはじめ各支部、そして友好労組のさらなる発展を今年は望んでおります。乾杯。私の戦いも28年目を迎えております。嬉しいことがあります。実は私の所属しております石原分会長に対しまして、中労委の勝利命令がなされました。TS 支部では今残業代、過去の残業代をめぐって裁判を私たち代表9名が起こしておりまして、のために東部で戦う労働者は団結して頑張ろう。